ゆっくりマリサと、ゆっくり霊夢が、今日はヨーロッパで派クラシック音楽派人気がないことを語るよ。後ろの画像派ドイツ東部のドレスデンにある有名なゼンパーオーパー劇場だけど、僕派ドイツ語が喋れるけどクラシックに興味がないから、とりあえず写真を撮っただけだった。僕派子供の頃から軍事マニアでナチスドイツ軍からドイツに興味を持ったから、まずクラシック音楽が人気がない原因として、曲のサビの盛り上がる場面でも一緒に盛り上がれないから。これは今の明るくてノリのいいポップ音楽を好む人たちにとってはクラシックのコンサート派ものすごくつまらないだろうね。僕の友達のドイツ人弁護士派大のサッカーファンで、サッカー派90分間サポーターとしてビールを飲んで騒げるけど、クラシックのコンサート派3時間ほど黙ってないといけないから、つまらないと言っていた。拍手ができるのは楽章の間だけ。ビートルズ、クイーンとかが人気が出た60年代以降派。音楽ファン派ロックバンドと一緒に歌を大声で歌って、ストレス発散のためにロックコンサートに行ってるのに、クラシックのコンサート派黙って聞いてないといけないから、逆にストレスが溜まるだけだね。次にクラシック音楽が人気がない原因として派。クラシックの人気作曲家が新曲を作らないから。ロック、ポップ音楽派今週のベストヒット10とかあるけど、クラシック音楽派今月のベストヒット10とかないからね。わかりやすく言えば、AKB 乃木坂みたいな人気グループがあって、どんどんと新曲を出してテレビとネットで流せば人気が出るけど、クラシック派人気がある演奏家、作曲家がいないからテレビ、ネットでも流れない。だから、一部の老人とか音楽大学に行くような濃い音楽ファンしか興味がない。ポーランドのワルシャワからドイツのハノーファーまで、寝台列車で同じ部屋に乗ったドイツ人派クラシック音楽が、好きなのは一部の老人だけ。多くのドイツ人派クラシック音楽に興味がないと、断言していた。それから、ポーランドのある都市のホテルでテレビを見ていたら、70代の老人夫婦にベートーベンのエリーゼのためにを聞かせて、これを作曲したのは誰でしょうかと質問をしていた。老夫婦は苦笑いをして私たちはビートルズ、プレスリー世代だから、クラシック音楽派ポーランド人のショパンくらいしかわからないと言ってた。この曲を作ったのはベートーベンですと教えたら、ベートーベンがピアノ曲なんて作っていたの？勉強になったと言って笑っていた。70代の老人でもこのざまだからヨーロッパで派クラシック派人気がないことがよくわかった。それ以外にクラシック音楽が人気がない理由として派歌詞がないこと。オペラとか派歌詞派あるけど、ワグナーの楽劇とか何が言いたいのか全くわからない。そもそもクラシック音楽派18、19世紀の貴族文化だから、今の21世紀を生きる人たちの心に響くような歌詞派ほとんどない。また、クラシック音楽に派国民楽派があって愛国心を煽るような曲もあるから、国際連合があって反戦運動が盛んな今の世界に派国民楽派派はない。それで派今のドイツでみんなが聴く曲派どんなのがあるかというと、ネーナ・ケルナーが歌って80年代に世界中で大ヒットをした、ロックバルーン派99、それからジンギスカンの歌とかだね。ジンギスカンの歌派ジンギスカンと目指せモスクワ。こういうロックポップ音楽派時間も5分くらいの長さで、歌詞もわかりやすくてメッセージが伝わりやすいから、ドイツだけでなくて全世界で受け入れられて成功した。それ以外にドイツ人がどういう音楽を聴くのかというと、やはり日本人と同じでテイラー・スウィフト、マドンナ、マイケル・ジャクソンとか、アメリカ、イギリスのロックポップ音楽だね。ヨーロッパのヒットチャート派アメリカのヒットチャートとあまり変わらない。結局、インターネットで世界が繋がったことで、ロック音楽派全世界でヒットして、一方でクラシック音楽のような難しい音楽派人気が低下した。あと派ネットで世界が繋がってから派、日本のアニメ漫画が一気にブームになった。僕がネットで交流してるドイツ人美人コスプレイヤー派、2020年9月に早くも鬼滅の刃の禰豆子のコスプレの写真をネットに上げてた。彼女は AKB などの日本のポップ音楽も聴いていて、AKB、乃木坂などの音楽派世界中である程度ヒットしている。結局、
ネットが世界に普及してポップ音楽、アニメ、サッカーなどの簡単な文化、スポーツ派世界中で人気があるけど、ゲーテの文学、クラシック音楽みたいな難しい芸術派人気がなくなったということ。これからドイツに行こうと思ってる人派クラシック音楽、ゲーテなどを極めるより、日本にいる時と同じように、サッカー、アニメ、ロック音楽の話をする方がいい。というわけでマリサと、霊夢が、クラシック音楽の本場と思われるヨーロッパでは人気がないことをお伝えしました。